どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今ね全部撮り終わってですね、編集しようかなと思ったらですね、全部スローで撮られてたっていうね事件が起きました。ということでちょっとこの話はねどうでもいい話なんですけども、今回のねヒルトンホテルポイントのね増量のキャンペーンはミステリーボーナスポイントキャンペーンみたいな感じで、人によってねこの増量分変わってるっていう風になっておりまして、残念ながら私はね 80% だったんですけども 100% の方もね中にはいらっしゃるということで、公式サイトね概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、今回ですねヒルトンホテルポイントね購入の 100% ボーナスポイントね来てるんですけども、今ね為替レートが非常に良くてなくてですね、皆さんご存知の通り円安がねかなり進んでおりますので、基本的にはですねヒルトンホテルのポイント購入ね、まあおすすめはねできないかななんていうふうに思うんですけども、今後ね宿泊がもう決まっていて現金決済よりポイントを購入して宿泊した方が安い場合ですね、まあ日本国内はねなかなか難しいかなと思うんですけども、海外とかね結構こういう場合があったりしますし、またね通常決済はね NG なんですけども、5連泊ねポイントで宿泊していただくと、ヒルトンホテルっていうのはポイント5泊利用していただくと5泊目がねそのポイントがいらないっていうね、これはまあマリオットにもあるんですけども、まあ、こういったねプログラムもありますんで、ヒルトンホテルポイントで5連泊ね予定されている方はですね、まあ悪くはないのかななんていうふうに思いますので、利用ね今後ある方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでまずねキャンペーンの詳細ですね、期間が2022年の3月の17日14時1分から2022年5月の7日13時59分までっていう風になります。公式サイトはねちょっと時間違うと思うんですけども、日本時間にねこちら直しておりますんで、この点はご了承ください。で今回の特典ですね、ヒルトンホテルポイントを購入していただくと最大ね 100% のボーナスがつくというキャンペーンっていう風になります。で条件がですね、今回5000ポイント以上ね購入していただくとこのボーナスポイント分がねつくっていう風になりますんで、キャンペーンでね購入される方は5000ポイント以上ね購入していただければなと思います。でポイント購入のね上限がありまして、上限ね1年間で16万ポイントまでっていう風になっておりますんで、2022年になってですね16万ポイント以上購入されている方はですね今回のキャンペーンで購入することができないっていった形になります。でポイント付与はですね決済後48時間以内に付与っていた形になります。で今回のキャンペーンのね注意事項なんですけども、先ほども言いました通り5000ポイント以上ね購入していただかないとボーナスポイントねつきませんので、この点はね注意してください。またですねヒルトンホテルポイント購入っていうのは、まあ、購入後ね48時間以内に付与しますみたいな記載があって、まあ、実際購入してみるとねポイントすぐ入ってねすぐ付与されるじゃんみたいなねことがマリオットポイントとかだと結構あるんですけども、このヒルトンホテルポイントっていうのは本当にね1日とか1日半とかかかる、普通にねかかることがございますので、今買って今予約したいみたいなねそういった感じで利用することはですね基本的にはねできないかななんていうふうに思いますんで、このね買ってから付与されるまでね48時間以内のね猶予がありますけども、これね本当にかかることもありますので、この点はね注意していただきたいなと思います。またねヒルトンホテルポイント自体ね購入するのは外貨決済っていうふうになりますんで、基本的にねクレジットカードで決済するわけなんですけども、購入する分のプラス 2% ぐらいですね、このね外貨決済手数料っていうのが上乗せされてね請求入るっていう風になりますんで、この外貨決済手数料はねカード会社と国際ブランドによってね異なるわけなんですけども、まあ大体ですね 2% ぐらいっていう風に言われておりまして、アメックスねありますよね、ヒルトンアメックスとかもそうですけども、こちらもね 2% のね外貨決済手数料がかかるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなと思います。で今後ですねヒルトンホテルポイントとか、またねマリオットポイント、またね海外旅行とかねどんどん行けるようになりそうな雰囲気はねかなりありまして、今後ね外貨決済手数料ね支払う機会ねあるっていう方はですね、レボリュートカードっていうねこちらのカードがあるんですけども、こちらねプリペイドで、まあこれはねメタルカードなんでちょっとね入会金とかかかっちゃうんですけども、
このねレボリュートカードの一般カードはですね、特にね入会金とか年会費とかねかからずですね、この外貨決済手数料はねほぼかからないでね決済することができるっていう風になっておりますんで、個人的にねかなりおすすめです。で公式サイトね概要欄に載せておきますんで、もしね気になる方はですねそちらもチェックしていただければなと思います。このねレボリュートっていうのはですね結構ねいろんな使い方ができて、アメックスねありますよね、アメックスから au pay プリペイドをチャージしていただいて、このレボリュートにねチャージすることもできるっていう風になっておりますんで、まあこういうね利用の仕方をするとアメックスからね au pay プリペイドっていうのはポイント下がるんですけども、この au pay プリペイドからレボリュートチャージするときにねまた 0.5% 考えね普通に取れますので、まあちょっとねあのアメックスからチャージするときはね au pay プリペイドにねちょっとポイント下がるんですけども、その後ね200円で1ポイント 0.5% 還元はね取れますので、まあそういった感じでね私は結構利用してるんですけども、あのアメックスがね使えなくてビザ使えるみたいなね、ペイペイとかにもこちら登録できますんで、結構ねおすすめていた形になります。それでは次にですね、今回のねポイント購入ね1ポイントの単価っていうのをねちょっと出させていただいたんですけども、下と上あると思うんですけども、上がですね 80% ボーナス私の場合ですね、で下が 100% ボーナスっていう感じなんですけども、だいたいですね 0.672 円っていう感じと 0.6 円っていう感じなんで、まあ 0.6 円から 0.6 円後半っていう感じになりますかね。まあ、本当にね1ドル 118.75 円ということで本当にめちゃくちゃ高いですね。はい、これの1個前にねポイント購入キャンペーンあった時115円とかだったんで、かなりね円安が進んでしまっているっていう感じですかね。それでは次にですね、今回ね1ポイント 0.6 円、まあ、後半ぐらいでね購入できているということで、まあ、それでね、まあ、どんな感じでねあの利用することができるのかっていう話なんですけども、ちょっとね私の方で普通の週末再来週の土日でねちょっと調べてみたんですけども、まあ、こんな感じになってるんですよね。ですので、まあ、0.6 円後半からってなると結構厳しいですね。 0.6 円ぐらいってなれば、まあ、4つホテルがねまあ利用できるかなっていうところなんですけども、 0.6 円後半とかになってくると本当に6京都ヒルトン小田原とかそんなもんですかね。まあ6京都に関してはですね、先日のね解説動画で出させていただきましたけども、ずっとね9万5000ポイントで宿泊ね予約取れてたんですけども、先日のね必要ポイントアップで11万ポイントにね解約されてしまったんですけども、まあそれでもね6京都はもともとのね現金決済額が高いので、まあこの表で、ね、見ていただいてもね分かる通りですね、 1.34 円ということで1ポイントにね利用するっていう意味でもかなりお得にね利用することができるっていう風になりますね。まあ個人的にはですね6京都めちゃくちゃ良かったので、まあぜひね利用されてない方はですねちょっとねアクセス悪いんですけども、まあこれからの季節ね多分桜とかも綺麗なんじゃないのかなという風に思いますので、まあぜひね行ってみていただければなと思います。できればねダイヤモンドステータスね保有されて、シャンパンのフリーフローとかもねありますんで、ぜひそちらもね楽しんでいただければなと思います。ということで今回ですねヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスポイントキャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、円安がねかなり進んでおりますので高いですね。うん、まあお得にね利用できるね機会があるようであればですね購入していただくのがねいいのかななんていうふうに思うんですけども、基本的にはですねおすすめはねしてさせていただいておりませんので、まあできればねヒルトンアメックスとかでね決済で貯めていただいてヒルトンホテルヒルトンホテルね泊まっていただくのがねいいのかななんていうふうに思います。でですねヒルトンホテルポイントね購入される方はですね、アメリカのねキャッシュバックサイトね経由していただくと 2.5% ぐらいね還元取れるっていう風になりますんで、外貨決済手数料ぐらいはですねキャッシュバック受けることができるっていう風になりますんで、まあこちらもね経由していただいて利用していただくだけなんで非常にね簡単っていう風になりますんで、ぜひね忘れずに経由して購入ねしていただければなと思います。でねちょっとね話変わって申し訳ないんですけども、ウェスティンホテル横浜、ちょっとマリオットの話をしてね本当に申し訳ないんですけども、こちらのホテルですねとうとう開業日が5月20日っていう風になりまして、予約ね開始しておりますので、まあポイントでもね現金でもですね宿泊ね予約されたい方はですね5月20日からねウェスティン横浜ね予約できるっていう風になっておりまして、もう初日とかですね最初はね4万円とか5万円とかだったんですけど、今9万とか10万とかになってるんでかなりね高くなってきておりますね。まあウェスティンね横浜とうとうね
5月に開業っていう風になりますんで、まだねチェックされてないとかね、予約取りたいっていう方はですね、ぜひね入れていただければなと思います。カテゴリーね5っていう風になりますんで、3万ポイントから4万ポイントかなりいいですよね。うん、横浜で、なんか横浜ってあんまりあれなんですかね私からすると、私はね神奈川県横浜市育ちなんで、かなりね横浜って繁華街な都心なイメージなんですけども、このマリオット、まあ、もう一つね横浜シェラトンあると思うんですけども、あそこも3万から5万、3万から4万ですよね、確かカテゴリー5に所属してると思いますんで、いやーね、ちょっとねもうちょっと新しいホテルでねできるっていうのと、あとみなとみらいの地域に ならないのかな、ちょっとギリギリ入ってないのかな、微妙なラインなんですけども、位置的にはですねカテゴリーもっと高くてもいいのかななんていうふうに思ってたんですけども、いやカテゴリー5でね3万ポイントから4万ポイントでね宿泊予約ねすることができるっていうふうになりますんで、まだねチェックされてない方はですね、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。